こんんにちちは、ジュビちゃんです、はいえー。昨日ですね、えー、18の頃に、えー、カラオケの押し売りのバイトをしてたっていう話をしたんですけど、えー、そのぐらいの,あの18歳ぐらいの話を思い出すとねいくらでもあの私ネタが出てくるそれぐらい世間知らずでいろんな失敗を、えー、続けてたっていうことなんですけどね、えー、それを、えー、乗り越えて今があるって感じなんですけどえっ、ー、とね今日お話するのは アルバイトの、えー、募集を見てそれで面接の、えー、申し込みの電話をした時点で、えー、断られたっていう <laughs> そういうお話でございますけどなんで面接まで受けさせてもらえなかったかっていう話なんですよ。でえー、っとですねそれはね、えー、やっぱりその。 多分、前後関係としては、そのカラオケの押し売りの後ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。それがあのダメだったんで、えっ、ー、と、近所のですね。当時、私ね、あの渋谷区の神宮前、結構いいところ、あの原宿に住んでたんですっていうと、すごくかっこよく聞こえるんだけど、まあ、あの宿舎、あの父親が仕事を。して そのあの仕事関係で、えー、家族で住める、えー、まあアパートみたいなのがありまして、えー、それがあのちょうどあの。 竹下通りを抜けてずーっとちょっと行ったところに、えー、っとちょっと入ったところにあったんですけどねで、えー、なので青山とかも歩,歩いていけるような距離で、えー、表参道とかねそれで、あのー、アパレル関係のアルバイトをね探したんですなぜかというとその時に私が特にファッションにあのなんか通じてたわけではありませんダサダサでした <laughs> もう本当にだけどかえってそれがね やっぱり東京みたいなところであのちょっといろんな興味もあったんだけどなぜあんまりそういうあの表に出ていっていろんな人と,、えー、と音楽以外の,、ね、あの交流を持ったりとかっていうことは、まあ、できなかったのでその頃っていうと何だろうねバブルの頃だったけどねいろいろ自分で思えばあのいくらでも世界はあったんだろうけど、えー、音楽関係の狭い狭いコミュニティの中でしか、えー、生きなかった。で ひょっとしたらアルバイトでね、えー、そういう復職関係のアルバイトをしたら、あのー、そ詳しくなってそういうあのなんかセンスも磨かれるんじゃないかっていうそういう安直な考えがあったんですよ。であの募集要項にはあのー「もう初心者大歓迎経験問いません」と書いてあったので「あこれならいけるかもしれない場所も割と近いし」と思ってそれで出ましたんです。そしたら まあ,のまあお出になってまだ断られないですよ声で断られたとかあのそういうことじゃありませんあのあもしもしとはいそれで、えー、とそしたら面接に来てくださいという話だった、ね、そして、えー、とそしたらあのうちの,あのちょっと事務所のき来てもらうので、えー、といろいろこう道を何かあ 道を通ってとかね、あのキラー通りがどう,どうとかね言われてちょっとね道があんまりよく分かんなかったんですよで,あ,であのお店のところとか言うともよくはなかったでだんだん向こうがなんかちょっとイラついてきて <laughs> それ知らないのみたいな感じの話になってきてそれで決定打だったのがそしたら青山通りのあのちょっと入ったところにあのな,なんとかっていう有名な蕎麦屋さんがあったの、ね、あの蕎麦屋さんがあるでしょって言ったんですよ向こうがね。で私が いやすいませんそれも知らないって言ったら「あのね」って言われて <laughs> あの「アパレルの,あの接客をしていただくんですよ」って言って、あのー「ここに住んでてこんな近く住んでてあの蕎麦屋を知らない」ってもうねお客さんと話ができませんよと言われたんですよ。で結構それねプチって切られたんじゃなくて割と親切な人だったんです。あのあのね、そうやってね、物を知らないのはいいのはんだけれども あのいろんな興味を持ってねやってるかどうかっていうのはすぐ分かってしまうとそれでここに住んでてあのそば屋を知らないってことをあなたは外に目が向いてないって言われたんですよ。でそういう人は外に目が向いてない人は接客は無理ですって。 あの電話切ったんだけどあのね今考えてもその方の言ってることは正しかったしそしてあのその対応も素晴らしかったと思うんですよ全然嫌な感じじゃなかったまあ、ちょっとイラついてたけどだけどあの本当ごもっともであのその人がどういう目どこに目を向けてるかとかね目を向けてないかとかっていうのはすごくあの会話ですぐ分かるんですよ。 それでねあの思い出したのはね、えーとまあ、音楽大学に入るか入らない入ったばっかりぐらいの時小沢誠二さんの本を読んだ時に、えー、と多分東方学園の話だったと思うんですけどオーケストラ学生のオーケストラを、えー、バルトークのオーケストラのための協奏曲をやろうと思ったら、えー、学生が知らないんだと曲を知らないと。 こんなことはねって言ってバルトークのオケコンなんてオーケストラでやっていこうと思ったら最低知らなきゃいけない20曲のうちの1曲だって言って書いてあったのでが慌ててあのバルトークのオーケストラの曲、その当時まだ私知らなかったの慌てて勉強したことがありましたよだからあのそうやってねあのそれもなんか興味が向いてるかどうか知る知らないというよりはねあの知ろうとしてるかっていうその時間があれば、えー 当然目が向くであろうっていうことが試されるって部分があるんです。結構そういうのヒヤヒヤして。あと最初にオーディション、えー、大学をであの大学から、えー、あの？出てって言おうとしてもね。卒業してないんだけどね。あの大学辞めて最初に受けたオーディションでえっ、ー、とね。ベートーベンの、えー 五番の運命のえっ、ー、と第三学章の冒頭のところにだリラララって弾かされたときに弾かされる前に、えー、試験官の中であれはねあの指揮者の先生だったんですけどね、うん、あのあじゃあ,あのベトベの五番スケルツをお願いしますって言われたのねでもちろん当然私スケルツをっていうの分かってたしあの別そんなことであのあのならないはずだったんだけど試験で上がってて私に、ね、スケルツをね なんかトリオと勘違いした。で、だん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 、あの中間部のところね、一瞬引こうとしたんですよ。そしたら、え、スケルツは分かってるって言われたのね。 <laughs> やっちゃったと思ったんですけどまあその時落ちたんだけどそれが原因ではないです <laughs> 上手じゃなかったから落ちたんだけど、まあ、それもなかなか冷やっこい話だったんですけどね、えー、そうやってあの自分があの積極的かどうかっていうことを、えー、試,試されることっていうのは世の中あって知らないことが恥ずかしいことはないんだけど知ろうとしているかどうかっていうことがもうとても大事っていうことがありますね。 であのー、なんか最近スタジオの,あの、えー、とエンジニアの下の,あのアシスタントエンジニアの募集の要項をちらっとあの見てたんですけれども自分が受けようと思ったんじゃないですよ <laughs> たまたまちょっと興味があってどういうことが書いてあるのかなと思ってあのいろんな条件が厳しいかなと思った案外基本的なことが書いてあって例えばマナーのこと挨拶ができる人とかね そういうことはやっぱり書いてあるんだと思って、一番私がね、はあこれは大事だなと思ったのは自分で仕事を見つけられる人って書いてあった。おっしゃる通りです。<laughs> だから、ね、一番いろんな仕事をしててね、あのこういう仕事、音楽の仕事なんだけど、音楽の仕事をしながらもいろんなことをまああのまあ事務的な仕事とか企画の仕事とかもまあ入る時もありますよね。でやっぱりチームでやったりすることもあるので、あの。 自分でで今やるべきことを見つけられない人っていうのは大変です。<laughs> 本当に。だからででできななくくててももいいいいんんす。す。かそれ分からなかったら調べればいいし聞けばいいしだけど今自分がどう動けばいいか何をすればいいかっていうのを自分で見つけようとする人って見つけようとしない人っていうのはものすごいです同じ実力でも差があってそれってね演奏している時もねすごいわかるんですよ出てくるんですよそれが。あの自分の,あの さらに、いいろんな情報収集ししようううとててるかどうかどっのもうこれは、自分終わってできてるからってあのなってる人っていうのはもう絶対ね先に行けないし一緒に弾くのしんどくなります。はい、っていうようなことを、えー、18の時の,そのお蕎麦屋さんを知らなかったということで面接をあの電話で断られたっていうところで思い出しました。はい、というわけで本日はここまででじゃあまた。